ACE 第34回6ラウンドチャンピオン、初日の戦いが続いています。8レース予選競争を迎えました。第1戦メンバーは1号艇重成和人、2号艇松井茂、3号艇中島光平、4号艇平本正幸、5号艇宮野原幸喜、6号艇瓜生正義、以上6名の対戦となります。初戦は展開なく大きな着となりましたが、この絶好枠ならば一気の反撃でしょうか。1号艇の重成和人がインコースの進入になります。その外に並んでくるのが2号艇の松井茂、さらには3号艇の中島光平、4号艇の平本はこの外へと船を運ぶ格好、全冠カードは逃げての1着、5号艇の宮野原はこの外側、そして6号艇の瓜生が大外6コースに回っていきます。水面状況は穏やかです。スタートラインに対しましてはごく緩やかな斜め向かい風、風速は2メーター前後の状況。インコースに1号艇の重成が構えました。その外2コースからどう迫ってくるか、2号艇王者松井茂、3号艇中島光平センター3コースに構えます。尼崎校舎としても知られますこの3号艇中島、4号艇平本は引っ張っての角、連勝ゴールを狙っての一走、5号艇宮野から6号艇瓜生がアウトに並んで、最終スタイルは3対3、並び位置から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートを決めたのは角、4号艇の平本ですが、うちの3艇をまずまず揃った形になって、先頭を取るのが1号艇の重成、2号艇の松井、差し込んでいきます。バックへ入りますが、先頭は1号艇踏ん張って重成です。2号艇の松井が2番手を追走、3番手からは5号艇と3号艇、なおスタートは正常でした。2マークを目指していきまして、1号艇の重成が先頭、2番手2号艇の松井に内から迫ろうと5号艇の宮野原、外を行って2号艇振り切っていきます。松井差してきたのが3号艇の中島で、上位待機1位かあるいは1、3か、4番手以降5号艇6号艇4号艇が続きます。先頭は1号艇の重成和人、2番手の水、3号艇の中島が内から伸ばして、さらに内からは5号艇の宮野原が迫っていきます。2艇の内を狙って2号艇の松井ですが、2番手は3号艇中島で、3番手が2号艇松井、上位体系1、3、2、4番手に5号艇の宮野原、5番手以降4号艇6号艇が続いています。2周の2マークに入っていきまして、先頭は1号艇の重成和人です。2番手から続くのは3号艇の中島光平、2号艇松井が3番手、上位3艇が1、3、2、4番手に5号艇の宮野原、後方からは4号艇6号艇で最終周回に入りました。センターオート勢0台は仕掛けも見られましたが、陰線からしっかりとこらえたのが1号艇の重成和人、2番手から続くのが3号艇です、中島光平、3番手は2号艇松井で、上位台形は1、3、2、4番手に5号艇の宮野原、後方からは4号艇の平本、6号艇の瓜生となっています。ラストマークからホームへ戻ります。1号艇の重成が先頭、2番手から3号艇中島、3番手は2号艇の松井、上位の3艇1番3番2番でゴールを迎えます。先頭1番重成ゴールイン、2着3番中島ゴールイン、3着2番松井ゴールイン、5番4番ゴールイン、6番がゴールイン。以上、尼崎第8レースでした。